帝国データバンクによりますとロシアの企業と直接取引する日本企業は300社余りありさらにこれらの企業と原材料や部品などのサプライチェーンで取引関係がある企業はおよそ1万5000社に上ります全体のおよそ3割の4653社がロシア貿易と関係していて経済制裁などの影響を強く受ける可能性があります 輸出では十数万台を超える自動車生産の需要が当面なくなる見込みです輸入は木材関連の業種が多くロシアが輸出禁止を打ち出したため建築用の合板などが品薄になる恐れがあります